和城は、文読、慶長の役に際して、日本軍が朝鮮半島の南部各地に築いた日本式の城を、朝鮮側が呼んだ古障である。ウルサン城の戦いを描いた、屏風が西西補城ウルサン広域市、宇津州軍西西面西星、補城ウルサン広域市、宇津州軍西西面西星、に姿勢に姿勢里ウルサン城ウルサン、広域市中くつる城道順天城全裸。 南道巡天主海流面新白里大和城という呼び方はもともと朝鮮側が使った呼び方であり日本で使っていたわけではない。日本側ではあまり意識されないが元来中国及び朝鮮半島において和を使用して単語を構成する場合日本に対する沈賞、部別の意味合いを含む日本の石垣の技術は7世紀半に九だらから伝えられたものである。 長自で戦国時代に培われた戦国武将の経験によって大幅に向上した追記技術が用いられたので、それまで長らくそよがなかった李氏朝鮮の城に比べて防御力が高く、はるかに実践的であったことに特徴がある。和平が結ばれて、慶長の役が終わるまで、明、朝鮮の攻撃を受けても落城することは一度もなかった。日本の城郭史において、分読。 慶長期の追記技術を示す重要な遺構とされるが、朝鮮半島では天守、櫓、縄文や兵が残っている城は一つもなく、石垣や遺構だけが現存している。石垣も撤退後または和平時に各部が破壊されている箇所もある。いくつかの和城は公園となり、その他の多くは丘の上や林の中に、 石垣が残存し、いくつかは消滅した。韓国政府や地元自治体は、ある程度の保護をしている。一部には復元作業が行われている、和城もあるが、石垣に傾斜をつける、本来の姿ではなく、朝鮮風に垂直に積み直す誤解も生じている。日本と同様に、必要のない積み直しも行われ、後輩が危惧されている。和城はその性格によって、 大きく二つに分類される。一つ目は民に攻め入る際に、豊臣秀吉の滞在地と、兵糧補給路を確保することを目的として、建設された城で、津台の城とも呼ばれる。釜山からソウルまでのほぼ1日で軍隊が進軍できる距離ごとに建設され、後に義州まで建設された。主に朝鮮の遊城を修理するか、適当な遊城がなかった場所に新たに建設された。 位置が現在では明確でないが、環境道の基地州とギャスペンの間に建設されたと言われており、当時、新軍ルートごとに日本軍がこの城を構築したものと推定される。二つ目は、南海岸、富山、ウル山、京商南道、順天、南全羅に築造された、当地のための城である。和城は、朝鮮半島の南岸だけでなく、 内陸にも建てられたと考えられるが、今はほとんど知られていないため、実情は不明である。南海岸地域はすでに32カ所が調査を受けている。ラトウ局富山博物館文化財調査チーム長は、人身和乱の時、日本が築造した成人和城の研究結果をまとめた。な、チーム長は百九十七年、日本軍一万六千人が四十日間余り、 作ったウルサニヤマト城が優れた防御力を備えた城だったという事実を紹介し、国内にある和城30カ所余りが開発と環境変化で既存されていると指摘した。同氏は、和城は400年前の熾烈だった東アジア戦争を再構成し、歴史を再現する上で重要な文化資産と強調した。国立中央博物館会が共同主関しケブ花銀行と 韓国文化芸術委員会が講演する今回の学術シンポジウムは22日まで続く特別展、低広し財団と連携して企画された。降下交渉と低油災難勃発、路両海戦に対する理解の方向、小西幸長と順天城戦闘などに関する発表も行われる。国立珍珠博物館関係者は、今回のシンポジウムを通じて西油災難に対する、 深い論議が行われることを期待するとし、戦争の実情は、もちろん、韓国、中国、日本の民衆の生と生活も、具体的に観察する場になると述べた。慶長の役目的は、韓半島南部の征服、朝鮮人を、ことごとく連行和上は、上閣平年において、その追記年代がはっきりしており、広大に改修されていないため、 追記当時、韓国の追記方法が明確にわかるという点に意義があり、これは同時期に韓国南部で築造された城郭が広大に使用され続けることになり、それによって城郭の築城時期を明確に見分けることが難しいという点と比較してみると意味がある。韓国の城と同様、文化財保護法により保護を受けている。文化財保護法により大韓民国、 文化財町で保存中であり、2019年に、朝鮮日本図説という和城の現況地図が発見され、話題になった。このように滅出した和城は7箇所、湖浦、県の寮、持ち新、栄春、今陽と確認されており、農所、培作後、到来山和城は、国や政府機関や観光所、住民センターの管轄で管理が持続的に行われなければ、 遠からず滅出され、文化財保護法によって管理されるべきである。和城への関心が高い。和城の一覧を示す。ABCD 島津義弘、毛利義成、池田秀夫、中川秀重、高橋直次らが積み、島津義弘軍約1万人が駐留した。2020年11月26日、AB 朝鮮の投降を奪った、陶磁器戦争特に、森義成は、 定遊祭乱当時、京商南道支線の西津里和城でも、森輝元、島津義弘らと共に駐屯し、数多くの直城と職人を日本に連れて行った。AB 子の和城は後に、森輝元と小早川秀明が建て直した。2020年11月8日 ABC 子のような、うるさに山戸城の築造には、人心は乱気に、西西浦和城を築いた。 加藤清正をはじめとし、多くの和尚が参加した。立地選定と全体設計は加藤が担当し、築城工事は浅野吉長や毛利秀元の部長である肉子、元継、清正の部長、加藤清兵衛らが行った。そして観察官として派遣された大田和義氏は立地選定から工事まで全工程の監督を務めた。千二十一年五月十九日、 ABC ウルサンヤマト城は、低油祭壇の時期、加藤清正が設計し、大田和義の監督として、浅野義長史史度もっと落ちぐ、加藤清しべに、加藤安正に来て、うちは、秀でなど計1万6不動員して、ウルサン友城と、形状、ジョアビオン用音声石材を利用し、12月20日までに、約40日余りの短期間に、ウルサンヤマト城を完成し、 加藤清正が1597年12月12日入場した矮星である。私たちの土地矮星の天主ファン実測研究義務運読。ありがとうございます。